皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。では、早速行ってみましょう。棋聖戦五番勝負で、藤井聡太棋聖が渡辺明名人に戦勝しており、総熟の天才として知られた谷川光軸九段に藤井の強さについて質問しました。約40歳の年齢差がある両者にはいくつかの共通点があり、 14歳という若さで騎士になったこと、その経歴からも両者は将棋400年の歴史でも突出した早熟な天才として、キャリアのスタートを切っています。谷川は1983年に史上最年少の21歳で名人位についており、この記録は現在も保持されている一方で、 藤井は昨年に史上最年少の17歳で帰省位についています。谷川と藤井は過去に2回対局しており、結果はいずれも藤井が勝利しています。藤井は現在、超人的なペースで勝利を続けており、これまでの将棋界を覆すような多くの記録を樹立していますが、 藤井自身はそうした記録を意識することがないようです。谷川と藤井は爪将棋を解くスピードが桁外れに速い一方で、芸術的な爪将棋作品の創作に関しても、両者一流です。昨年度末に藤井は松尾明八段との対局で、4一銀という歴史的な名手を披露しましたが、 谷川はそこにも詰将棋の影響があると見ており、あれはやはり、詰将棋をよくやっている人なら思いつく手でも、そうでない人にはなかなか出てこないという気はします、と語りました。谷川は藤井の完成度の高さについても指摘しており、私や羽生さんも10代のうちは序盤は荒削りでした。 序盤は経験を重ねることで少しずつ精度が上がっていく。しかし彼はもう、序盤も洗練されています。騎士は勝負師、研究者、芸術家の三つの顔を持つべき、というのを持論で次のように語りました。藤井さんは研究者の部分が大きいと思います。それでも勝負師の部分はあって、 4段昇段直後における序盤の力は今ほどではなく、苦しくなる将棋もしばしば見られましたが、そこで勝負指的な面を見せていました。現在はリードを少しずつ広げて勝ち切るという横綱相撲が非常に多いです。藤井さんが苦しい局面でどういう勝負術を出すか、 爪将棋などで培った正確な終盤力とは少し異なった勝負手を放つ、そちらの方も見たいなという気もあります。ここからは私の感想なのですが、爪将棋は気力向上にあまり役に立たないという論調も多いですが、あの圧倒的な終盤力はやはり爪将棋によるものが大きいと思います。 そして終盤力というものはなかなか鍛えるのが難しい中で、藤井さんの強さと魅力を感じました。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。